アメリカ国防省は10月26日国務省が台湾軍への総額19億8800万ドル約3051億1327万円に及ぶ武器売却計画を承認したと発表しましたこの売却には初めて台湾に供給される国家先進地対空ミサイルシステムが含まれておりこれはバイデン政権下での17回目の対台湾武器売却となります台湾国防部は 今回の決定が台湾軍の防衛力を継続的に強化する助けになるとし、アメリカに感謝の意を示しました。アメリカ国防安全保障協力局も声明で、今回の武器売却案はアメリカの国家的、経済的、安全保障の利益に合致しており、台湾海峡地域の政治的安定、軍事バランス、経済発展の維持に寄与すると述べました。一方、 中国共産党はこれに対し、今回もいつも通りにアメリカを非難し、中共外交部は声明で、アメリカ側に対して厳重な抗議を申し入れ、即時に台湾への武器供給を停止するよう促しました。さらに、アメリカが台湾への武器売却を発表した翌日、中共軍は再び軍機と軍艦を台湾周辺に出動させました。台湾国防部は10月27日、 同日午前から中共の SU30 戦闘機 KJ500 早期警戒機など計19機の主力補助戦闘機及び無人機が台湾周辺で活動しているのを次々と確認しそのうち16機が台湾海峡中間線及びその延長線を越えたと発表しましたまた台湾国防部はこれらの中共軍機が海上の艦艇と連携して合同戦備パトロールを実施しているとし 現在も厳重に監視を続けているとしていますハロウィンが近づく中上海の若者たちは警察との知恵比べをしながら奇抜な衣装でのコスプレを楽しんでいます10月26日警察が人気のキョロクロ周辺で厳重に監視を行い仮装している市民を見かけるとその場から引き返させたため若者たちはグエンドや中山公園周辺に場所を移してハロウィンを祝うことにしました ネット上の動画には精神病院の病服を着た若い男性が警察に服を脱ぐよう求められている様子が映し出されていますまた自由の女神に扮した女性もすぐに公園の警備員によって退去させられました他にはクメール・ルージュの指導者ポル・ポトや独裁者のレーニンスターリンに扮して人を驚かせる人もいれば中国共産党創始者の一人の陳独衆になりきり手に新生年 といいう本を持つ者もいましたコスプレをしていた人々が警察に連行されるケースが相次いだにもかかわらず中山公園にはどんどん人が集まってきました中京当局は最終的にその夜中山公園内部の調整のため2024年10月27日午後2時から公園を閉園し再開時期は別途通知するとの告知を発表しました27日の夜 中山公園の地下鉄駅出口には多くの警察が配置され通行人をチェックしていました公園はすでに閉鎖されており観光客は立ち入ることができず入り口でも多数の警察が現場を管理していましたしかしその一方で広州の中山北路では27日の夜多くの人々が集まりコスプレイヤーたちは楽しそうにその姿を披露していました 10月27日、アメリカ前大統領の夫人であるメラニア・トランプ氏がニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで開催された選挙集会に珍しく姿を現し今回の選挙戦で初めての演説を行いました彼女の登場はトランプ陣営が発表した予定パネリストには含まれておらず集まったトランプ支持者にとって大きなサプライズとなりました当日の集会開始から約4時間後 億万長者のイーロン・マスク氏がメラニア・トランプ氏の到着を発表しました選挙活動でめったに姿を見せない彼女ですが人気が大いに盛り上がった今回の集会で5分足らずの短いスピーチを行いましたスピーチでメラニア氏はまずニューヨークを称賛しこの大都市は唯一無比の工業中心地であり金融ファッションエンターテインメントの巨頭が集結していると述べました その後、メラニア氏はここでの生活がいかに厳しいものであるかにも触れ残念ながら現在では生活の質が低下し経済の不安定さが重なり企業やアメリカの創造力がアメリカ国民の間で花開くことが難しくなっていますしかしこれらの国民は意志が強く町やオフィスを奔走しながら成功を目指して懸命に努力していますと話しました彼女は最後に共通のビジョンを持って 一緒に前進しましまょうこのビジョンはアメリカ合衆国を再び偉大な国にという基盤に築かれていますこの瞬間を捉え明日のために新たな国家を築きましょうこれが私たちの手に入れるべき未来ですと観客を励ましました演説の最後メラニア氏は歓声を上げる群衆に向けトランプ氏の登場を紹介しましたトランプ氏が壇上に上がるとメラニア氏と抱擁し手を取って「 美しい妻が加わってくれて嬉しいと観客に語りかけましたまた18歳の息子バロン氏も自宅で集会の様子を見ていると明かし彼をインターネットの王と称えましたニューヨーク・ポストによるとバロン氏は今回の選挙戦で重要な役割を果たしており若い有権者の支持を得るために父親にポッドキャスト出演を勧めたとのことですさらに彼の提案はどれも非常に高い視聴率を記録しました トランプ氏はこの若者に敬意を表したい彼の推薦はどれも絶対的な視聴率を叩き出しインターネットを驚かせたと息子を称えました先日トランプ氏はジョー・ローガン氏のポッドキャスト番組に出演しそのインタビューが YouTube で公開されてからわずか1日半で3200万回を超える再生回数を記録しましたこのエピソードは 今回の大統領選挙中で、ポッドキャスト視聴数が最も高い回となり、ローガン氏の番組史上でもトップクラスの視聴数を誇るエピソードの一つとなっています。調査会社優雅部による昨年の調査で、ジョー・ローガン氏のリスナーのうち81%が男性で、56%が35歳以下であることが明らかになりました。トランプ氏は、ポッドキャスト戦略以外にも、現在、ニューヨーク大学。 スターンスクール・オブ・ビジネスの1年生である息子バロン氏がより広範な分野でトランプ陣営にアドバイスを提供していると明かしましたバロン氏は時々トランプ氏に対し「父さんこれはやるべきことだよ」と助言することもあるそうです中国民主党全国委員会の共同主席である大群島氏はファー・ルンゴン創始者李光氏氏が最近発表した文章 人類はなぜ迷いの社会なのか、を読んで、執筆者に対し、同文章が現在の混乱の根源に直接言及し、人類の最終的な救済の道を示していると語りました。大群島氏は海外で著名な反共民主活動家です。北京大学で学士号を取得した後、アメリカのハーバード大学ケネディ行政大学院で修士号を取得し、 さらにコロンビア大学で政治学の博士号を取得しました中国本土での民主化運動に従事したため中国共産党によって何度も投獄されています現在王氏は中国民主党全国委員会の共同主席を務めていますたとえ私たちのように人類の運命に深く関心を持ち世界が良い方向に進むことを願うものであっても現実に この世界が多くの面でますます悪化していると感じるとき、当然ながら多くの事象が今日の軌道に沿って進んでいくとすれば、全体として世界がますます狂っていき、将来的に本当に人類が滅びるかもしれないと思うのです。2023年1月20日以降、李孝志氏は、なぜ人類はいるのか、なぜ主情を救いサイドするのか、なぜ人類は迷いの社会なのか、の一連の文章を発表しました。 推しは李口氏氏の文章を次々と読んだ後、李光氏は乱れた世界に救いいの道を示していると考えました。つまり天体が上、中、栄滅の最終段階に入り全てが滅亡に向かう時こうした文章が世に現れて人々に迷いから抜け出す道を直接指し示しているのです信仰を持つ者にとってこれは比較的理解しやすいことです。 創造主は慈悲深く哀れみの心を持ち宇宙の崩壊とともに狩猟やあまたの神々の体と魂が永遠に消えることを望んでいませんそこで地球という場を与え迷いの中で苦しみながら修行する機会が与えられ最後その迷いから抜け出した者には新しい宇宙へと戻る機会を与えようとしているのです王群と推しは混乱の根本的な原因は 実は人々の心が悪くなったことにも由来していると考えています例えば核戦争や疫病環境や自然に関する大規模な災害などの出現はこれらは一見すると人間が抗えないものでありこれらの問題が人間の破壊行為や心の悪化に関連していると広く信じられています科学や技術が発展しさらに自由な条件が整うと人々の心は次第に貪欲になり始めます 人間性がさらに乱れると、当然、社会もますます混乱し、人々の関係も乱れ、人々は自分に対する抑制もなくなっていきます。こうした結果として災難が引き起こされ、いわゆる天才も根本的には人災といえます。すべては人の心が正道から外れることによってもたらされた災いなのです。大軍投資は、中共が政権を掌握して以降、人類の領地や道徳を破壊し、 人々を深い絶望の淵へと導いてきたと述べています。しかし、彼はこの文章はまた、人々に困難の中でも善良さを保つことができれば、幸運を招き、災いを避け、明るい未来に向かって進むことができると励ましている、とも信じています。なぜ対等、三対、そして旧票から始めなければならないのかというと、それは人の心が良くなければ、 どのような制度でもあなたを救うことはできないからです。なぜならこれら全ての制度の中で人が必ずしも良くなる保証もなく人類の滅びを防げる保証もないからです。私たちは自由や民主主義の中にあってもその現実を目の当たりにしています。逆に言えば最も重要なのは人の心すなわち人の心の中にある善を守ることです。これこそが人類にとって唯一の道です。本性を固く守り、 無明の世界で迷ってしまい真理が見えない時でも本性を保ちながら一歩一歩苦しい修行を重ねることでやっと幸福に到達できるのです EU は10月30日より中国製の電気自動車に対して反補助金関税を適用すると決定しました10月30日欧州連合は正式に中国製の電気自動車に対し 5年間の制裁関税を課すことを発表しました既存の電気自動車輸入関税10%に加え中国の自動車メーカー BYD には 17%GD 自動車には18.8%中国国営の自動車メーカーの SAIC には35.3%の追加関税が課されますまた上海で生産されているテスラも7.8%の関税が加算されますさらに フォルクスワーゲンや BMW などの車両には20.7%の関税が課され通常の関税を合わせると一部の車両では最大45.3%に達する見込みです中国共産党商務部は EU による中国製電気自動車への追加関税について同意も受け入れもできないと主張しさらに公平競争の原則に反するとして 世界貿易機関に提訴する構えを示しましまたロイター通信は事情に詳しい2人の関係者の話として中国政府が制裁措置として中国の自動車メーカーに対し関税引き上げを支持した EU 加盟国での電気自動車や自動車部品の工場建設を中止するよう指示したと報じています。以前中国のメーカーカは追加関税を回避するため ヨーロッパ現地での自動車生産を相次いで選択する動きがありました情報筋によると中国政府は今回の EU による関税措置に対する制裁としてヨーロッパの乳製品や高級ワインその他の高級品に追加関税を課すことを検討していると伝えられています現在の EU と中国の関係についてフランスの自動車メーカールノーの CEO であるルカデメオ氏は EU の決定は世界貿易機関の規定にのっとったものであると強調しましたパリではルノーのショールーム街で EU のこの措置を歓迎する市民の姿も見られました一方で自国製品が中国で制裁関税の対象になることを懸念するドイツなどの政府や企業は EU と中国が交渉を通じてこの対立を解決することを望んでいますこれまでに EU と中国は8回の技術協議を行いましたが関税に変わる解決策を見出すことはできませんでした双方は11月1日に再度協議を行うことに合意しています中国製の電気自動車は EU 市場でのシェアを2019年の1%から8%にまで拡大し 2025年には15%に達する可能性がありますさらに中国製電気自動車の製造コストは EU 製に比べて少なくとも20%安くこれが EU 自動車業界にとって大きな課題となっていますアメリカとカナダはすでに中国製電気自動車に対して100%の高額関税を課しています EU もこの不公平な競争に対抗しなければ